やっほー、みさきチャンネル、みさきです。どこ撮ってるん？こんにちは、みさきチャンネル、みさきです。今日はね、皆さんお待ちかね、待ってるんかな、第5弾かな、ワーバンワールの床張りしていきたいと思います。でね、もういろいろ考えたねん。粘土で埋めようかなとか、発泡スチロール敷き詰めようかなとか、私ができる範囲でどうやったらいいんやろっていろいろ考えた結果、板と角材買ってきた。こんだけめっちゃ買ってきました。で、まずここをこの高さでここら辺まで板張っていこうかなと思います。いきなり一面はちょっとしんどいわ。徐々にやっていきたいなと思って、まあ、DIY ですね。もう今まで散々なんかちょこちょこ DIY やってきたんですけど、何一つこうなんか完成した記憶はないんやけど、今回はちょっとマジでここやっていくんで、道具おじいちゃんから借りたこのインパクト、一人暮らししてた時の机を作った思い出の電動のこぎり持ってきました。これでこの間重なってるところを切って、この切ったところの裏に角材やってネジで止めていったのかなと。え、完璧じゃない？いけると思うねん。私の頭の中ではいけてる。早速もうやっていこう。無理も暑すぎて死ぬ。じゃあね、まず印つけて切るところ、こういうここがこうやな、こんな感じでいくよ。ここを切るで、印だけ1と2って書いといた。こんな感じで、見て、滝みたい、サーを見てるみたい。じゃあ熱い。よし、このままもうここ切っちゃう。切ってからこんな感じでもうつけていきます。じゃあ2はそのまま使う。1だけ切る。じゃあ1番のこの短い方を切っていくから、久々に使うねんなこれ。暴れ出したんやけど、どうしよう、どうしよう。あ、わかった。5じゃなくて、これもほぼほぼマックスと5の間やったから、こうしようか、2ぐらいでいこう。暴れる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 。ここ持つ？私が割れる割れる割れる。え、これ何かいい方法ないの？手動やな、手動でいこう。意味ないやん。1にしよう。優しくいこう。切れる気せんわ。逆に3、この段階でいったら正解。1ミリも進んでへんねん。3、どうしたもんか。どうしようかな、一旦休憩しようか。とりあえずあの電動あかんわと思ったんで探し回ったらあった。でもさ、なんかすっごいね、いろんなのついてんねん。いけるか分からへんけど、とりあえずこれでやってみる。あ、いける。これも痩せるため、痩せるため。ダイエット、ダイエット。もうちょい。パキパキ言ってる。オッケー。
切れました。やっと切れました。頑張ったわほんまに。でこれをこっち側にするわ。綺麗な方を上に来るように。最終なんか上からまた貼るけど、貼るけどちょっとでも綺麗になるように、ここにネジ使ってインパクトで打ち付けていきます。なんか欲しいなここ。はい、役に立てへんかった電動くんが役に立った。よし、どんなもんなんやろ。どれぐらい、この板の厚さがこんなもんやから、これぐらい、これぐらいあれば十分、十分やな。じゃこのネジ使ってやっていく。めちゃめちゃコメントとかこのワゴンある家計画すっごい好評で、皆さんめっちゃ楽しみにしてるよっていうお声いただくんですけど、思ってる以上に過酷やで。めちゃめちゃ汗すごいしさ。でも楽しみにしてもらってる方のために、私のために家完成させたい。よし行くで。これ合ってる、ほんまに合ってる、怖いな、ちょっと離れとこ。おお、いけたで。でもいけたで。なんかこんなんじゃなかった、こんなんして刺すんじゃなかった。よし。絶対合ってへんでな。なんかこんな、何これ、どうやってやるねん。説明ちゃんとして貸してよな、おじいちゃん。よし。開いてしまった。ちょっと待ってよ、まだ刺す。あ、2本目どんどん行こう。うまい、割れた、惜しかった、惜しい。でも上手なってる。ところで止めるわ、割れちゃったから。あ、割れる、どうしても割れる。じゃあもう諦めよう。割れるもんや。よし、最後最高、シェイ、オッケー、来た。どう、私のインパクトさばき。割れちゃったけど、まあ、でもインパクトは使えるようになったよ、よかった。ほんでここまでで何時間、2時間ぐらい、これ作るのに2時間ぐらいかかってるんよ。もう無理、今日はここまで。でこれからも、まあ、ちょこちょこですけど、また次多分こっからスタートになると思いますが、まあ、ぜひぜひワゴンワールの完成楽しみに待ってるよって方はチャンネル登録よろしくお願いします。で通知ボタンもオンにしてもらえたらめちゃめちゃ喜びます。でね、今回また床張った後はね、屋根に取り掛かろうかなとも思うので、窓こんなんしやとかアイデアがあればコメントください。私のこんなやり方も合ってんのか分からへんからさ、アドバイスあればよろしくお願いします。